こんにちは、すみです。平日のとある一日の様子を見ていただきながら、小学校入学後の次男についてお話ししていこうと思います。長男は朝食を食べ始めましたが、次男はまだ布団の中なので起こしに行きます。ご飯だよ。寝起きの悪い次男、入学初日は5時50分にシュタッと起きるという偉業を成し遂げた次男ですが、残念ながらそれは最初の2日だけで、3日と経たずに寝ぼすけ坊やに戻ってしまいました。ご飯を食べてください。雨だから上着を着てきなよ。はい、時間です。また今日ネズミ色やね。実は病み上がりの次男、全身ネズミ色だったし、ズボンは長ズボンに変えてもらいました。次男が小学校に入学して、心配していたほど激しく衝動性爆発しなかった、よかったと胸をなで下ろした4月上旬、集団峠工事に標識の棒と壁の隙間をすり抜けようとして通学カバンが引っかかって通れないのを上級生の女の子に助けてもらうというくだりを毎日繰り返しつつ、横断歩道をちゃんと渡っていたり、走らず列に並んで歩いていました。ママ食べたい？ママ食べる人。はい。いただきます。パンパンはどうよ。1年生の次男はゴールデンウィーク明けまで半日授業だったんですが、帰ってきた後には児童館に行って、私が迎えに行く時間まで児童館の職員さんにいろいろ教えてもらって工作を作ってきたり、友達と楽しく遊んで勝手にいろいろ経験して学んできました。長男は興味の範囲がかなり狭くって、ストライクゾーンがめちゃくちゃ狭いところに球を投げ入れなければいけないので、なかなかストライクが決まらず、あの手この手で様々な方法を試して頑張って頑張ってストライクゾーンに入れなければなりません。ただしストライクに刺さればもうドハマりするタイプ。おいしい。一方の次男はストライクゾーンが広くて、適当に数球投げれば何とかストライクに入るので、長男と比較すりゃ次男の楽なこと楽なこと。4月上旬の私は、え、次男むしろ手かからなくね、という幻想を見ていました。そう、それは幻想だったのです。あれ、まだハゲとるか。あれ、なんか変になっちゃった。変な頭になっちゃった。リクカッパみたいになっちゃった。今度始まりは些細なことでした。学校から家に帰ってくると、毎日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 どこかをすりむいてくる。ママ、おいしい？どうやら学校にある岩によじ登って遊んでいたりするらしい。毎日高学年の子に絆創膏をもらったり、保健室で手当てをしてもらいに行ったり、気をつけて遊びなよと言っていたんですが、家庭訪問で先生から言われた衝撃の一言、岩を登るの禁止という全校のお約束になっています。え、登っちゃいけない岩だった。登ってはいけないと先生と私からしっかり言い聞かせられた次男、岩登りをやめることができました。ママ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 
ていうかそもそも岩登りをやっていたのは長男で、その長男と一男が一緒にやっていたっていう感じなので長男が一番あかん気がします。とはいえ登下校は思ったより安全に歩けています。毎日毎日送り迎えも大変、そろそろ子供たちだけで歩いてきてもいいでしょうということで送迎をやめました。先生と遊び行く人、はい、わりくちゃん、うん、あ、行かないの、遊び行く人、行くちゃん、行かないの、行く、ああ、行こう、先ほどの話の続きですけれども、送迎をやめたおかん、すると何ということでしょう。やめた3日後、三男と子育て支援センターで遊んでいたところ、次男と同級生のママに会いまして、衝撃的な事実を教えてもらいました。おとつい雨が降ってたじゃん。次男くんが雨降ってる中、なぜか傘を地面に置いて、その瞬間に風が吹いて傘が飛ばされて車の前に飛び出してきたんだよ。一時停止で止まってたから引かなかったけれど、動いてたらマジ危なかった。そこにいた車が私一人でよかったよと言われて血の気が引きました。帰ったらちゃんと傘から手を離さないことと、傘が飛んでいっても車が来ないか確認してから取りに行かないとって言わないとなと思っていたら、学校から電話がかかってきて、あ、次男くんのお母さん、すいませんね。昨日次男くんが危ないから入っちゃいけないっていう約束をしている踏切を渡って遊んでいるところを6年生が見たらしくって、学校でも注意したんですが、お家でも言い聞かせてもらえますか。で、付き添いやめてたった3日でこれということで付き添いを再開しました。余談ですが、その電話で長男くんの担任の先生も言いたいことがあるそうなので変わりますねと言われて、長男の担任の先生からは、長男くんがを出しちゃったんですよ、そろそろ3年生になってみんないろいろ分かってくる時期になりますので出しちゃいけないんだよって伝えましたので、よろしくお願いしますって言われて、本当にクレヨンしんちゃん見るの禁止にしたろうかなと思いました。次男が次男なら長男も長男。話を戻しまして、付き添い再開した後も三男を抱っこしている私を置いて走って行って交差点を飛び出した件もあり、今現在も付き添いを継続しています。おいよ、お肉、おいよなの、名札までつけてシャツに裸の大将じゃん。あんた今日一日シャツで過ごしたの？うん。やだ。学校からシャツで帰ってきたという衝撃映像中でございますが、続きの話をさせていただきますと、先日学校の授業参観がありました。1年生の次男は授業の前半はひらがなの授業、後半は帰りの支度の様子を見る、長男のクラスは社会の授業ということで、最初ちょっと次男を見て長男のクラスに行って、また最後次男のクラスに行くという長男サンドイッチ作戦にしました。次男はひらがなの授業中、まあ落ち着きがなくて、
消しゴムと鉛筆でシーソーを作って、それを使って名札を飛ばす遊びをしていたり、友達と喋ったりして授業なんか聞いちゃいなかったんだけど、まだ内容が簡単だっていうこともあって授業に遅れることなくはやっておりました。それにしても次男のクラスは元気がよくって、挨拶の声もめちゃくちゃ大きくて、お調子者がいっぱいいました。もちろん次男もそのお調子者のうちの一人でございます。その後長男のクラスに行って20分ぐらい長男の授業を見て、また帰りの支度をする様子を見ようと次男のクラスに戻ったら、その20分の間に事件が起こったらしく、次男が頭に氷のうを巻いておりました。先生曰く隣のお友達の机に頭をぶつけたので保健室に行って冷やしてもらいましたとのこと。隣のお友達の机に身を乗り出しておしゃべりだかなんだかしていた時に、隣の子の席についていた手がつるんと滑って体勢が崩れ、その隣の子の机で頭をぶつけたらしいです。まさか授業中というどうやったら怪我するんだいという環境のもと、たった20分離れただけで頭を強打しているとは夢にも思いませんでした。その後保護者総会の自己紹介で格好のネタにさせていただきました。とまあこんな感じで、残念ながら落ち着いていたのは最初だけ。心配していた通り落ち着きのない小学生ライフを送っています。自宅での生活の中でも衝動性が抑えきれずにご飯中に席を立ってしまうことが増えたり、以前よりも癇癪を起こしやすくなっていたり、一言で言えばいつにも増して言うことを聞かない状態になっているので、私も結構疲労困憊ではありますが、これからも大きな事故がないように見守っていきたいと思います。タコマンが入ってるシラスです。今回の動画は以上です。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てね。